奈良県を訪れている上皇ご夫妻は、皇室とゆかりのある中宮寺を訪問されました。上皇ご夫妻は午前11時ごろ、かつて皇族の女性が住職を務めるなど、皇室ゆかりの寺として知られるイカルガ町の中宮寺を訪れ、国宝の菩薩半跏像のある本堂を拝礼されました。 ご夫妻は、皇室にゆかりのある文化財の保護に心を寄せ、本堂の修復も支援されてきました。ご夫妻は午後、奈良歴史芸術文化村を訪れ、文化財の修復作業などについて説明をお聞きになる予定です。